だよ。おかしいな。お前太るぞ。ふぶくせ、あそこ。あんた、ここぐらいね、ここ。梅干しばばしかいらないか。なんだよ、梅干しばばしよ。なんだよ、なんだよ、くぜそうじゃんやね。油が上がる。なんだよ。ちょっと上っぽいな。チェックインでしょ。あれ、チェックイン待ちっすか。あ、はい。あ、じゃあお前ら座ってきてよ。あ、座ってきてか。どうぞ、どうぞ。え？あ、見せて、見せて。どうも、どうも。よっしゃ。お前、梅干しばばの一杯でも知ってもらえたらこじゃなくてよ。何だよ。バコくせえな。いいんだよ、別に。こせいよ。いいよ。お前、悪いやつだから、あいつに食われてこいよ。あ、なんだあれ。怖いな。口開いてる。口開いてる。かわいいじゃない。トランプ。え、あれトイレ？トイレってどっちだろう。あっちかな。あっちだろ。あっちだろ。こんな綺麗な人トイレ行くんか。すごいな。修二さん、今日の夜飲みませんか。はい、まあこれも何かの縁ですしね。まあまさか俺の後輩だって。偶然ですね。すごい縁ですね。マジで。ちょっと修二、今回の旅行の目的忘れてない？忘れてないよ。大丈夫大丈夫。行こう。ああ、うん。また機会があれば、はい、また飲みましょう。あ、飲みましょう。はい、ぜひ。おいいなぁ。めちゃめちゃいい匂いしてるよね。すげえいい匂いしてるね。やばいよ、あれ。俺、匂いフェスだわ。もうごめんね。いいよ。妻の響きと二人で来たこの旅行の目的はズバリ子作りだ。つまり、仲良しセックスしまくって僕たち夫婦の間に赤ちゃんを授かるための旅行。もちろん避妊具は一切持ってきてない。さっきも子宝で有名な神社でお参りしてきたばかりなのだ。それなのに出会ったばかりの若者たちと僕が夜に飲む約束を取り付けそうになったのだから、それや響きが起こるのも無理はない。お部屋もいいね。すごいね。うん、こんなとこ初めてかもね。最高。すごい。なんか本当に美味しい。もう準備してある。聞いたる。すげえよかったね。気持ちよかった。温泉最高だよね。あの貸し切りも行こうよ。あ、修二さんだ。あ、修二さん。どうも。あ、どうですかこれから軽く一杯でも。いや、雨でどこにも行けないんじゃないですか。ね。もうお風呂もね入り飽きただろうし。いや、まあ30分ぐらいだったら、まあちょっとこれから行こうかなってとこもあって。あ、じゃあ乾杯だけなら、じゃあ3杯までにしときましょう。まあね、そうだね。じゃあ俺の部屋は割と広いから、じゃあ俺の部屋で飲む。あ、いいっすね、いいっすね。おお、飲みましょうよ。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 じゃあこっちだから。あ、そうですか。うん、おー、おかしい。乾杯。乾杯。うめえ。うまー。やっぱ風呂上がり最後だね。いいね。美味しいね。うめえ。何杯いけんだこれ。ああ。
なんでここにしたんすか。なんでだろうね。まあ、前から言ったかったの、私。そうだっけ。そうだよ、言ったじゃん。言ったっけ。ひどい。あ、お熱いっすねー。羨ましいなー。羨ましい、ラフラフじゃないっすか。ラブっすねー。熱いっすわ。お酒好きなんですか。そうなんです。お、二人とも好きなんですよ。ああ、そうなんすね。おーおーおー、ね、よいしょ、あれ。とっておきの酒も聞いてんすよ。え、地酒。はい、飲みたいな。ちょっとよく、え、飲みたい。地酒だって。すごいね。よくの。ああ、ありがとうございます。いただきます。いい匂いする。いただきます。いただきます。ああ。